ということで、こちらですね、ひなこちゃんの祝い花の設置会場ということで、ファンの、有志で、この会場が、作られて、そこにお花が置かれているということで、早速僕たちもね、カメラマン君、カメラマン君じゃない、カメラマン君は別人です。カメラマンは LZR の勝負なんですよ。いや、ちょっとどんな感じかわかんないからとりあえず行ってみよう。よし、ポビーさん。あ、そうです。マジです。はい、ゆっくり見てください。じゃあちょっと見よう。はい、すあ、もう、あ、もう、最初からあ、これあれじゃん、写真に送る花がないの。すごい、すごい、ちゃんとリボンもある。すげえ、あ、これ新顔、新顔ですね。衣装ごとになるですね。うわー、すげえ。すごっ。すげえ、シンプル。好き。一時期だ。大竹君。伝説の。伝説のおたけ先輩っすか。すげー、超ちゃんじゃん。しなこ、ありがとう。これすぎない。あ、知ってます、見たことあるよね。はい、はい、ということで先ほどですね、会場内の様子を、ご覧になられたと思うんですけども、これからはですね、今回のこの会場の、企画を計画してくださった起案者のね、皆様にお越しいただいたので少しだけね、お話を伺いたいなということで、本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ということで早速なんですけど、最初にちょっとだけ自己紹介というか名前だけ、多分これ見てる方で あ、この人知ってるとか FF の方だとかね、そういう方いると思うんで、お名前だけお伺いしてもいいですかね。あ、タワと申します。はい、タワさん、お願いします。北寺と申します。よろしくお願いします。北寺さん、お願いします。はい、モッツと申します。よろしくお願いします。モッツさん、お願いします。ということで、起案者の方々全員で、7名ですかね。はい、なんですけども、ちょっと今ね絶賛企画中ですので、お仕事もあるということで3人の方にね、来ていただきました。ということでね、今回の企画、ひなこちゃんの、祝い花を設置する会場をね設けてくださったんですけども、これってどなたが起案者なんですかね、最初の。あ、私が。母さん、はい、それどのタイミングで決めたんですか、やろうっていうのは。もともとは卒婚が決まった時に、はい、お花をみんなで送ろうよっていう話をして、はい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 、一緒に送ろうかって話をして進めてたんですけど、はいはい、途中でその卒婚でお花が送れないっていう発表があって、うん、ちょうど話し合いをしてる時だったんで、あ、はいはい、ガクッと落ち込んで、うんうん、でもせっかくだしみんな思い届けたいよねみたいな話になって、うん、じゃあ会場を作ろうよみたいな。その行動力がすごいですよね。タワさんがそれはきっかけで落ち込ん、そうですね、じゃあ場所なんやら借りようっていうのに自分たちもすごい動かされたというか。ああ、なるほど。いつもあったらすごい諦める部分とかもあったんですけど、はい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 、前の
星野卒コンだったり新卒コン、うん、で星野さんの推しとかからよく話を聞いてたんですけど、で結局聞いてた上でやろうっていう動きがあったので、僕らでやろうっていう形で動きを使ってやりました。この団結力ですよ。やっぱり一人じゃね、なかなか難しいこともね、こうやって束になると何でもできちゃうよっていう、それが結果としてね今回現れたわけですけども、この当日までいろいろ準備あったと思うんですけど、なんか大変だったこととか不安だったこととか何かあります？そうですね、まあ、大変だったこととしましては、やはり花が出せないっていうのが3週間前ぐらいに決まったので、うん、そうですね、あまり会場が取れないというか、結構大きい会場だったりすると、はいはいはい、大体半年前くらいに予約しなければいけなかったりしたので、なるほど、ピアアリーナと近いところでかつ、まあ、いい広さの会場を決めるっていう部分がかなり苦労したのかなというか。確かに、しかもこの場所だからね、みなとみらいだからねなかなか難しいですよね最初貸し会議室とかをなんか抑えようとしたんですけど、あ、はい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 、途中からその嬉しい誤算なんですけど、はい、皆さんが本当にダーッと賛同していただいて、ちょっとそれだと狭いってなっちゃう、ね、お花の数もかなり集まるなっていう見込みになってきたんで、あ、はいはいはい、本当に毎日会場みんなで調べて、修正して調べてみたいななるほどいろんな苦労があって今日を迎えられたということね。本当にありがたいです。本当にありがとうございます。皆さんのえ、じゃあ実際この当日今日迎えたわけですけどもどうですか？そうですね、当初イメージしてたものよりも全然大きなものになってくれて、そう、お金集めるとかそういった難しい作業もクラファンっていう形で集められたのと、あとは参加してくれる人が想像以上にいてくれたので、当初描いてたイメージ以上のものがすごくできたのかなと。確かに確かに、個人的には思うのですごく良かったなと。人数でいうと結局何人ぐらいの方が協力してくれたんですか？ひなこの175をちょっと超えるぐらい。おなるほど、ちょっと素直ですね本当に良かったけど。ということでね、じゃあこの様子とかはレターとかでひなこちゃんに送るっていう形なんですよね。レターとか、あとはもう上にいつものような感じでファンレター送るようで写真とかも教えておいて、読んでほしいですね、見てほしいですよひなこちゃんこの動画見てないと思うけど、見てるか、見てるか、頼むよもうこれがね、そうですね、きっかけでね、きっかけで結構もしここから先他の子を卒業するときに、うんうん、運営が解除ダメだとしても、うん、これがもし本当に成功したら、なんだろうな、先導するではないけど、うん、一つの形としてつながっていけたらなと思う。本当にそうですよね、本当に今日大成功、最後まで頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でも特にしなこしがすごい良かったです。そう、そうなんですよ、なんでこんないい人多いのって初動の時点でやばくないみたいな、初動でこからやばい、会場足んないからもっとちゃんとしたとこ変わんない、確かに確かに、足引こう、問い合わせやったら断られましたけど最初に多分、なんていうか思いやりですごい回ってるなっていうのは感じましたね。もともと仲が良かったんですけど、北の市自体が批判的なこともすごい一個もなく迎えられたし、うんうん、そうですね、その分信じてくれたというか、うん、それにも応えたかったんで、あのなんかクラファンの参加者の人のコメントみたいなの出てくるんですけど、 はいはい、あれをなんか夜中読むだけで涙出てくる。 あったかいんだそうですね、他の推しの方もすごい頑張ってほしいっていう意見もあったりとか、そうそう、前の星の推しの人は自分たちできなかったから、うん、絶対成功させてほしいっていうのは伝えられたんで、そういう人たちの思いも乗せて今回だったと思うので、すごい思いやりで回ってるなって思ってます。本当にそうですよねはい、ということでね、じゃあ今日はこのひなこちゃんの祝い花の企画を計画してくださった起案者の方々にお話をお伺いしました。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、もうね、今ね、ひまたいで25日になってしまったんですけども、改めてね、祝い花の会場の方にお邪魔して、その後に起案者の方々にお話をお伺いしたんですけども、もう本当に起案者の方々、ずっと忙しくしていて、当日もね、役割分担してお仕事していたから、そんなお忙しい中ね、わざわざ自分のために、時間を作ってくれてお話をさせていただいたんですけども、本当にありがたかったですし、僕、個人としてはめちゃめちゃ緊張してたんですね。多分 YouTube やってきて一番緊張した。うん。まあ、なんでかっていうと僕も Twitter でめちゃめちゃ見てたから。シンプルに俺もファンだったから。あの人たちの。なんかお話聞くっていうのも有名人の人にお話聞いてる感じがしてめちゃめちゃ緊張してメモにめちゃめちゃ書いてたんですよ。お話したいこととか伝えたいこととか書いてあるんだけど、一切見ることができず、そのままね、お話終了しちゃったから、ちょっと改めてね、ここで言いたいんだけども、まあ本当に、北寺さんも最後に言ってたけども、
今回のこの企画が大成功を収めたっていうこの事実はとてもなんだろうな、これからのオタクに対してのいい指標になってくれたというか、私今までもやっぱりこういうファンだけのファン有志でこういう大きなことやりたい、でも一歩踏み出せずに終わってしまったファンの方々とか絶対たくさんいたと思うから、その壁をね破って今回この企画をね計画してくれたひなこちゃん推しのファンの方々にはね本当にどう感謝したらいいかわからないというか、ひなこちゃんは改めて愛されてるなと思ったし、このひなこちゃん自身も乃木坂46に対してたくさんのものをね残してくれてると思うんですけども、なんかこうひなこちゃん推しの人たちもこの乃木坂46というグループに推し方とか応援の仕方っていう面ですごくこうたくさんのものを残してくれたんじゃないかなと思うから、本当にこう素敵なメンバーには素敵なファンの方々がたくさんいるんだなっていうのを改めて実感したし、本当にいい人たちなんですよ。本当にいい人たちすぎて怖いぐらいいい人たちなんですよ。なんだけど、リアイベではめっちゃ耳つけちゃうような、お茶目な部分もあったりとか、すごく面白い部分もあって、本当にそんな人たちがね、束になって、あんなに大きなね、企画を成功させてくれたこと、本当にありがたいなと思いますし、ひなこちゃん本人にもね、届いて、ライブでもね、話してくれて、本当に良かったなと思います。改めてありがとうございました。で、あと個人的にやっぱりすごく嬉しかったのは、今回、この企画、ファンの方々からお金を募って開催するっていう企画だったじゃないですか。それがやっぱりすごくありがたくて、やっぱこう、思いをどうにかこう形にして伝えたい。でも、見繰りはすぐ売り切れてしまうし、サイン会はなかなか手が出せないしっていうので、どこかこう、不完全燃焼な状態だった。ファンの人たちを、救ってくれるような企画だったというか、少しの金額でも、お金を出して協力することで少しでもこう力になれるっていう、この形態が本当に素晴らしいなと思って、もちろんこう起案者の方々がいなかったら、この企画はなかったんだけども、それでもやっぱりこう一人一人の協力がなかったら今回こんなね素敵な、企画にもなってなかったと思うから、やっぱりこうみんなで作り上げたっていう、これが今回の企画の一番良かったところなのかなと思うので、本当に改めてひなこちゃんがどれだけ愛されてるかっていうのと、ひなこちゃん推しのファンの方々がどれだけ素敵な方々なのかっていうのがね、すごくすごくすごく伝わった、一日になったんじゃないかなと思うので、改めてねこんな素敵な企画を計画してくださった起案者の皆さん、本当にありがとうございました。そして、準備から撤去までね、本当にお疲れ様でした。ということで、今日の動画はこんな感じで終了でございます。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとう。はい、チップ。